香川県住みます芸人の梶剛です。高松市では新型コロナウイルス感染予防に配慮する中、新しい生活様式の中で運動する機会を作っていただくため、運動プログラムの動画配信を行っております。僕ね、ちょっと最近体がなまって太り気味なんで、これを見て体を動かしたいと思いますので、皆さんも一緒に運動しましょう。皆さんこんにちは、このたまわりさんの木の澤田です。坪川です。辰川です。高松市運動プログラム動画、サッカーのリフティング技術を駆使したスリータッチ、クラッチ、ジャンプに僕たち3人でチャレンジします。僕たちの華麗なリフティング技術と運動能力を瞬き厳禁でご覧ください。それでは早速チャレンジしてみます。まずはスリータッチプラスジャンプがどのようなものか実演を行い、その後にポイントの解説を行います。それではご覧ください。いかがでしたか。このリフティングのポイントとしては3つあります。1つ目はリフティングをする際にしっかりとボールを見ることです。2つ目はファーストタッチでボールの芯を捉えしっかりとコントロールすることです。3つ目はジャンプした後に素早くボールを受ける体勢を取ることです。もう一度実践してみるので、今述べたポイントを意識してみてください。皆さんいかがでしたか。動きながらリフティングを行う少し難しいチャレンジをさせていただきました。皆さんもぜひこの動画で披露したテクニックにチャレンジしてみてください。また蒲田まわれさぬきへの応援もよろしくお願いします。11月15日日曜日にピカラスタジアムで AC 長野パルセイドとの試合があります。当日は高松市ホームタウンデーを開催いたします。皆様ぜひ試合会場で応援してくださいね。